どうもお疲れ様です10月4日朝6時の相場解説になりますまず、冷やしを見ていただいてるんですけども、久々にでかい動きがありましたね、こちらです。えー、今ね、まだ動いて確定してないところですけども、もうね、これ確定してもそんなに変わんないと思いますよ、これだけ大きな動きですから。おそらく昨晩の23時台ですけども、105円に入った瞬間に介入が入ったんでしょうね。結果的にですよ、結果的に、 ロットを増やさないこと、レバレッジをかけないこと、そして昨日は午後2時半ぐらいに店じまいをお勧めしましたけども、これが全部正解になったかなと思います。プラス、プラスですよ、できる方は、タイマーをかけておくようにお話ししましたよね。介入がいつ入ってもいいように、まずは145円台でセルのタイマーをかけておきましょうと。それから徐々に徐々にこのタイマーをずらしながら、 持って行ってて昨日ね148円の半ばぐらいでタイマーだったと思うんですけどもねこれで1円の幅でタイマーをかけてテイクプロフィットまでつけていた人っていうのはこの1円の幅が取れたんではなかろうかと思いますまあこれっていうのはあまり私はおススしないんですよテクニカルの勉強してる時にねこんなねあの騙し打ちっていうか奇策を進めるようなまあそんなねあの放送あまりしたくないんでねまあただこういった方法あるよってことであくまでもおまあ自分でねリスクを終える方に関しましては おすすめしときました。つってもあんまりリスクはないんですよ、これ。リスクがあるとしたら、例えば、148円の575でタイマーを貼っといてね。で、こちらの方で決済をかけておく、もしくは決済のラインをかけてない方に対しては、 瞬間的には利益が出たけども、その後戻ってきて、結局、あのー、ね、ロスカット食らっちゃったよ、みたいなね、わずかな損だったよ、ぬかむ喜びっていうのはね、あったかもしれませんけどもね。だからやっぱりこういうのを扱うのにもちょっとスキルがいるってことになりますんで、まあ、慣れた方はね、何人かいらっしゃいますんで、利益取ったと思いますけども、あ、もちろん、エフクオリガルヒの話ですよ。オリガルヒではこういったこともちょっとね、たまにお話してますんで。あのー、だから、これが慣れると、今度は毎月の金曜日の雇用統計あるでしょ。 雇用統計だって毎月ボーナスみたいにポンポン取れるわけですようんまあまあそういう話をねちょっとしながら今日の解説も進めていこうと思いますさあそれではね4時間の方を見ていきましょう今日話すことって言ったらねこの要するに介入が連発して起きるのかそれとも単発でこのあと嵐が収まるのを待ってまたねトレンドの方向に向かうのを見ていくかってことなんですよ まあそもそも揺れやかに150円の方に向かいましたんで、介入はないかなと思ったんですけども、やっぱり150円でね、心理的な投資家のトリガーが働くことと、あとは本当に150円でタイマーがかかっていたのかもしれません。あの財務省のね。それは今日の午前中ぐらいにはね、実は介入してましたみたいなニュースがあると思いますんで、そちらの方を待つしかありませんけども、今のところは特にニュースは見つかっておりません。うーん。 まあ4時間を見てもね、まあ、これからまた上昇圧力に変わっていくってことぐらいしか見えませんよねだから介入が入ってもこのね実践よりもヒゲの方が長いでしょだから急速に買い戻されて介入が入ったにしてもその効果は非常に限定的だとしか言いようがありませんよねだって今148円の962位ですから昨日の価格ってこっから1円ぐらい 上ですよ149円の760とか770で始まってますから80ピップスぐらいしか変わってないんですよ結果的にはね80ピップスぐらいだったら1日では変わることってそんな珍しくないですからねはいでは最後に1時間軸を見ていきますまあ見たところでどうってことはないんですけどもボラティティがまあまあ落ち着いてきたなってことが確認できることかなと思いますまああとりあえずはねあの今週 見てばっかりっていうことになっちゃいますけども実際ソースしかないんであのー、もうちょっと見ていきましょうかうん、まあ、本来ならねその普通のテクニカルのように取っていけると思いますけども昨日はボラティリティが少なすぎてボラティリティが起きると思ったら <laughs> 介入みたいなものが入ってきてですね非常に扱いにくいでしょ、うん、波とか風がなければ船は進みませんよとかといって嵐では遭難しちゃいますよっていうふうにこの間ぐらいの値動きが来るとね あのやっとトレードができるととといいうことになりりまます。す、まあ、だからちょっとね、怖い時ありますよ。トレード一本ダイヤルでいってるとあの動きがない時とか動きが激しい時が続いちゃうといつトレードするんだよって焦りはあります特に専業だとねあの他の収入源があるとトレードがダメでも他の収入源に、まあ、やっぱり意識を移すことができるじゃないですかで専業の怖さっていうのはそこにあるんですよ 専業ののっっていいはあの通常考えられななんでですけどもエントリーできるとところがずっと見つかんない例えば3日間見つからなくたってその精神力って結構ね来ますからねだから1週間とか2週間とかねトレードできる日が見つからなくても平常心でやられるようにやっぱ資金も持っていかなくちゃいけませんしあの心もね、えー、強くなくちゃいけませんよね。 えといつだったかな去年の2月ぐらいだったと思いますけどもあのロシアがウクライナに侵攻したでしょ2月の23日か4日だったと思いますけどもその時に私はこれから2週間3週間1ヶ月ぐらい取引できないかもしれませんよっていうふうに宣言したと思いますけどもあのそのぐらいの1ヶ月取引できないかもしれないだけどもトレードをやっていくんだっていうね、えー、そのバランス感覚精神力っていうのは必要になってきますのであの今のうちにね覚悟しておいてください <laughs> はいそれではもうちょっといきましょう 今日は材料を見ていきましょう。材料ね。はい、これです。今日水曜日なんですけども、中国が休場なんですね。で、ニュージーランドが10時に、えー、ちょっと大きなのが出ますけども、まあ、これはもう割り切って見ないでおきましょう。あくまでもね、日米のだけ見ておけばいいと思いますんで。あ、アメリカが21時からありますね。うん。だから今日は午前中で相場がどうなるのかを抑えておいて、エントリーできるだったら、 倍でエントリーすることになると思いますけどもねそれからあの介入があったかないかっていう情報を見ていきましょうもしかしたら午後になるまでニュースを流してくれない可能性もありますけどもねはいじゃあ以上です